そういうことなんだ。全部で5キロぐらいあります。で鶏肉と、馬肉になります。まあ、馬肉の方が、好きだったり食べやすいので先に食べることが多いです。あえて今噛んでるのが鶏肉になります。噛むときは奥歯のレッツ肉歯という、まあ、尖った歯があるんですけど、その歯を使って噛み切って食べていくので、牙もあるんですけど、牙はあまり使わないですね。まあ、草食獣の場合は平らな歯です。すり潰すような食べ方だったり、歯の形してますけど、肉食獣の場合はそういう尖った歯がある。骨ごとバリバリ噛んで食べている。まあ、今まだ4歳で若いので、食欲もすごくあるかなって感じで、まあ、あげたらよく食べるんですけども、まあ、季節的に暑くなってきたりとか、まあ、今ももう暖かくなってくると、残したりとか、まあ後で置いとこうかなっていうのが増えてくる時期でもありますね。まあ、ご飯は1回にもう肉食獣の場合はドッとあげて、あとは休むっていう感じでやってますね。まあ、朝と昼とか分けても食べるんですけど、まあ、必要がなかったらもう1日1回っていう感じでやってます。どうだろうな、大体手羽先とか首の方がいつもよく食べるので好きなのかなと思います。まあ、内臓なんかもね、きれいに食べたりもします。馬肉の血の汁とかも好きなんですよ。きれいにペロペロ舐めて。